前回の続きからやっていきます。前回の続き、前回はね2章が終わったんですよね。今ね1章2章って終わって、次3章です。で3章のバトル、まあ1番目ですね、忍び寄る絶望やっていこうと思います。ホルンとフェネスの連合軍の勢いにリオニス軍は撤退を余儀なくされていた。エルデは籠城を選択せず、モントを引き連れてリオニス城を放棄、援軍を請うため北の同盟国ウェズエットを目指す。一方、第二王子シュテルはヘレナ妃と共にフェネスの人質となる道を選ぶ。リオニスの血は絶やさぬ、たとえ神を敵に回そうとも。かくして二つに引き裂かれたリオニス家、北総エムノはクリスタル教の教祖サーダリー、ホルンとフェネスを結びつけた張本人であった。すまない、大言を吐いたこと恥じるばかりだ。しかし心配には及ばぬ。キコーラ二人の身の安全はこのわしが保証しよう。聞けばマシュリーが大変世話になったという。我らホルムは受けた恩は決して。だがホルムは我らの宿敵フェネスと同盟を結んだとなれば、いつまでも我ら二人を守り通すことはできぬだろう。いや、勘違いしないでほしい。責めているわけではないのだ。たった一つだけ、母上だけは助けてほしい。シュテル、私はできる限りのことはする。それだけは約束しよう。だからそろそろおしまいにしてもらえねえかな。そなたはフェネスに雇われている忍びか。噂は聞いている。確か名をライリューと。この二人もらい受けていく。悪く思うなよ。一つ聞きたい。シャドウリンクスを知らぬか。シャドウリンクス？ゴーガの者はサイガの忍びを目の敵にしているらしいではないか。ふん。ライリューよ、この者たちはホルンの客人。何かあれば。てめえ何様だ。なんでてめえなんざに指図されなきゃならねえんだよ。俺に何か頼みたいのなら金だよ。金を出しな。金も出さねえくせにあれこれ言うやつが俺は一番嫌いなんだよ。貴様、口の聞き方に気をつけろってことだ。さもなくばてめえもリンクスのようになるか。さあな。どうした？母上やシュテルのことが心配で、今頃どうしているのでしょう。バカ者め。父上は心配ではないのですか？他人の心配をしている場合か。ですが、直にウェズエット領へ入ります。そうなればフェネスの追撃軍も諦めるでしょう。そうなれば良いのだがな。まさかこのままフェネスがウェズエットに攻め込んでくると。ありえぬ話ではない。奴らの背後にはホルンもいるのだ。
ウェズエット城まではまだまだ北進する必要がある。この辺りにはウェズエットは監視兵さえも配備しておらぬようだからな。その前に追撃軍に追いつかれれば我らは全滅するだろう。はい。いや、本当よくできてます。育成が好きな人は育成できるし、こういうのが戦うのが好きな人は、自分は今オートでやってるんですけど、まあ、手動にしてもいいです。遊び方も人それぞれです。カード集めたいんだったらどうしても課金するしかないですけど、そうじゃなければ、ただやっぱりね、あ、今僕いいカードじゃないときついですよね。最初ね、まあ、リセットしてこうやり直すリセマラっていうのをね、結構みんなやってるんですけど、分かるような気がする。それちょっとしないと、いいカードがやっぱ1枚はないと。もし僕ら最初ね、ウルトラレアゼロから始めたんで、やっとシュテルが手に入ったんですけど、やっぱ他の人見てたら全然違う。やられそうシュテル。TR じゃないで、どっか回復してほしいわ。あとね、ちょっとね、自分がね、まだこれ把握してないんですけど、例えばアビリティで、例えば今、このキアルしか覚えてないことになってるんですね、もう、今、ユニ。でも、実際は、全体回復のアビリティも覚えてるんですよ。覚えてるんだけど、なんかね、使わない。モント様も一緒で、いろいろアビリティを覚えてるんだけど、なんかね、出せるやつが決まってる。やられちゃった。これが今ね、お借りしてるやつです。これ。4番目のやつはね、フレンドからお借りしてるやつ。フレンドから借りるのはタダなんですよ。あと、公式もタダ。で、他は、傭兵頼むときにお金がいります。あと、なんか1日終わったときに、なんていうか、自分の、傭兵というか、まあ、同行者が使われたらね、なんかね、お金が入ってきますね。ホルンとフェネスを結びつけたのはサーダリーだって聞いたけど。ええ、そうです。奴が西のランダルの脅威を煽り、ロブ様が決意なさいました。サーダリーって人はホルンの王を動かすほどの実力者なのか。シュゼルト殿、実際はどうなのだ。我らはサーダリー殿とは一切接点がないものでな。クリスタル教の創始で、ホルン領の北西国境付近に教会の総本山である大聖堂があります。クリスタル教のことは聞いたことがあるけど、一体何をしてるんだい。まさかクリスタルを集めたりしてるのかな。その通りです。そんなクリスタルは様々な力の源、それを集めて民衆のために役立てようというのが。表向きはそうだね。表向き？じゃあ本当は違うの？戦に使うことを画策しているなんて言われることもあるね。それに危機感を抱いているのでしょう。西の大国ランダルはサーダリーと激しく対立しています。ランダルの王ジェイダンは東へと領土を拡大することに躍起になっておるらしいな。自らと教会を守るために半ば強引にホルンとフェネスを結びつけたのだろうな。はい、私もそう思っています。では北進を再開する。いつまでもここに留まっていてはフェネスに追いつかれてしまうからな。どうしたんだい？まだ傷が痛むのかい？いや、そうではない。やはり私はウェズエットへ行くべきではないと。気にすることはない。しかし私のことをホルンの艦長と思うでしょう。となればエルデ殿にもご迷惑をおかけすることに。
心配はいらん。その程度のことでわしの顔は潰れんぞ。疑われるどころか心中を求められるかもしれないよ。私がウェゼットの王クーリ殿の配下に？あり得る話だね。ウェゼットの王は代々配下の将に恵まれておらん。堅牢の一番堅となれば喉から手が出るほど欲しがるはずだな。まさかそんな。ざれ言などではないよ。いずれはウェズエットの王の座も継いでほしいと言われるかもね。私がウェズエットの王に？あ、いや、すまない。いいなずけをなくしたばかりなのに。ちょっと待ってくれ。ウェズエットに王子は？いないよ。正確に言えば暗殺された。側室が子を設けたことで跡目争いが勃発したそうだ。もう20年近く前のことだがな。ではウェズエット王に跡継ぎは？いるよ。グラセラって言うんだ。これがまた勇ましい女でね。まあ私が言うことじゃないが、わしとしてはグラセラの婿に門徒化してるわと思っているのだがな。門徒殿、それは本当のことですか？いや、これは父上が言ってるだけで。お前にはマシュリー殿がいるのだったな。ならばシュテルをウェズエットの王に据えるのも悪くない。つまりウェズエットがリオニスと同盟を結んでいるのは？ああ、そうさ。世継ぎの問題が絡んでるんだよ。そればかりじゃないけどね。私はウェズエットに心中するつもりは全くありません。ですが、ムラガを撃てるのならば喜んで加勢いたしましょう。うん、では先を急ごう。はあ、ムラだわ。なんか食い物あるかな。あんたまた食べ物のこと？ベイロ、悪いけど村には立ち寄らないよ。そうなんですか。僕らは一刻も早くウェズエット城にたどり着かなければならないんだ。それに僕らが村に立ち寄れば追撃軍に追いつかれて村人を戦に巻き込むことになる。ですよね。来たんか。どうした？フェネスの追撃部隊が間近に迫っています。まさかもう追いつかれたのか。万族殿め、まさに獣並みの脚力だな。父上、急ぎましょう。このままでは。行くぞ、村へと立ち寄る。なりません。そんなことをすれば村が。村の長と話をつけました。心ゆくまでご滞在をとのこと。そうか、では出発するぞ。待ってください。ならばなぜ村に立ち寄ったのです？聞こえなかったか。村を出る。エルデ殿は何をお考えなのだ？私たちが村に入ったことは敵の知るところになってるはずさ。となれば敵はこの村を襲撃する策を練るだろうね。まさかエルデ殿はこの村の者たちを犠牲にして時間稼ぎをしようと。なりません。そのようなことは。分かってる。そんなことは分かってるんだ。でもお父上には逆らえませんか？ならば私が行きます。無茶だ。無茶は承知だ。だがこの命で何人かでも助かるのなら。モント様、なんとかエルデ様を説得できないのか？僕が行く。ダメだよ、そんなの。シュゼルトに言われて目が覚めたよ。以前この村の者たちに救われたことがあるんだ。
僕が使者となってウェゼットを訪れた時だ。その時僕らは野党の大軍勢に追われてこの村へ逃げ込んだ。彼らの助けがなければ今頃僕はここにいないだろう。だから私がお供いたしましょう。ダメだシュゼルト、君はまだ傷が癒えていない。こんな傷など。いいや、ダメだね。あんたはここに残りな。私が行く。すまないリリシュ。じゃあ行きましょうかね、エルデ様に見つかる前に。何をしておるのだ。モントとリリシュはどうした。フェネスの追撃部隊を撃つため村を出て行かれました。あのバカどもめ。第二王子のシュテル、そしてヘレナヒカ。俺の悲願は憎きリオニスの血を根絶やしにすること。手始めにこのリオニスの大地を貴様ら二人の血で濡らしてやる。いいのかい。あんたが何しようと知ったこっちゃねえが、オルンの王からはこの二人に手出しするなと言われてるんだがな。ホルンが恐ろしいか。いや、むしろ大歓迎だね。あんたのことだ。いずれホルンにも牙を剥くつもりなんだろう。さて、どうであろうな。残念だが、あんたはホルンを裏切ることができないぜ。ほう。理由を聞かせてもらえるか。俺たちの武装を解除しないとは、舐めすぎだ。では、どうするつもりだ。この剣の露としてくれる。大きく出たな。なぜ貴様らの武装を解除しなかったのか、その理由がまだわからぬとはな。こうして反乱を起こしてくれれば武力で鎮圧するしかないからな。どうでもよい、しよう。面白くなってきましたな。勇壮、参る。へえ、やるじゃねえか。でかい口を叩くだけのことはある。なるほど、エルデが温存していたのをこれならば理解できる。殺すのがもったいなくなってきたぞ。早くも命乞いか。兵士の背後に隠れてないで出てこい。貴様を倒した後ウェゼットに向かわねばならんのだ。もう親父が恋しくなったか。ああそうだ、奴の行い許しておけぬのだ。なんだと。父親に捨てられた恨みか。なるほど。だんだんもう敵が強くなってきて厳しいですね。今ね、モント様が40ちょっとで、借りてる傭兵、そうですね、が45だったかな。あとは全部ね30代なんで、かなり厳しい。40以上ないと厳しいかもしれないですね、ここら辺は。今までだったらワンキルだったのに相手の HP が残るんで結構苦戦します。今までだったらね、仲間がやられることってなかったんですけどね、ありますね。結構手こずりますよ。まだね、
シュテルって大名字、ウルトラレアなんですけど、シュテルよりモント様の方が強いですね。HP もね、ライフも、倍近くあるんじゃないですか。全然違いますね。リアリティは全然シュテルの上なんですけどね。離れててね、スキル出せるのが強いですね。あとね、回復もできるんですよ。欲しいわ、本当に。あ、出るな。いいよ。効果もね、すぐに。瞬間から俺のものだ。シテル様、この村がかなりの手だれですぞ。ええ、分かっています。俺が敗れたら母上のことを頼みます。お待ちなさい。お前はサーダリー様。サーダリーだと。クリスタル教の教祖ですな。この勝負私が預かりましょう。しかしおや、ムラが私に背くわけですか。くぅ、命を無駄にしてはなりません。わかりましたね。一節、第一節の最後まで来ましたね。死の報いを。次から二節になりますね。黒幕サーダリーですかね。なんか新しく開放されたのあるかな。キャラクエストと呼ばれる校内のクエストに挑戦してみてはいかがでしょうか。あー、ここ。あ、でもやったよ俺。下。ユニット、うん、これ、やりました。あー、クリアすることで、新たなアビリティの獲得。あ、でも俺はクリアしてると思う。強力な敵が多く登場しますが、得られるものも大きいかと、ぜひ挑戦してみてください。あ、これ、あ、持ってます、マスター。なるほどね。これかな？あとはないかな？ OK ですね。今回はここまでにしたいと思います。次回続きやっていきます。ご視聴ありがとうございました。